皆さん、おはよう、こ、こんにちは。ティンダイの迷宮部、キです。人間将棋、天童の詳細決まりました。はい。藤井五冠は二日目に退局する予定でございます。これはもう注目でございます。はい。確かに将棋、四月に天童で、桜祭り、人間将棋、四月八日です。はい。あ、四月の何日かわかりませんが。スケジュールの詳細、観覧方法についていろいろ決まってますね。はい。まあ、そうですね。将棋の名人、いろいろ来ますね。はい。 トークショーもあるそうです。私、大ファンです。はい。なお、中、観覧者は600人までで、往復はがきでも押し込みが必要でございます。応募多数は抽選です。抽選に外れた場合、希望者500人は山頂広場でパブリックビューイングできます。外れても大丈夫なんです。はい。応募は往復はがきに、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、同行者、まあ、未就学児の含めて一人もで、観覧希望日17日のパブリックビューイング希望の有無を記入してください。はい。 まあ、一人いつまででございます。以上です。バイバイ。